エ平式で演説する、東総書記兼中央軍事委員会主席、習近平中国人民抗日戦争並びに、世界反ファシズム戦争勝利70周年、記念行事とは、日中戦争及び第二次世界大戦中国戦線における中国の勝利から2015年に70年目を迎えることを記念して行われた行事、式典軍を指す。2015年9月3日に、 北京市の天安門広場で中華人民共和国の建国以来15回目となる大規模な越平式を行った。これまでの14回の越平はいずれも中華人民共和国の建国を祝う西暦末日が9年の国慶節前後の時期に行われたが今回の越平は初めて国慶節の時期以外に開催され同時に中華人民共和国が 初めて滅平という方法で日中戦争第二次世界大戦での勝利を記念する行事となった。習近平が2012年11月の中国共産党第18回全国代表大会において中国共産党中央委員会総書記と中国共産党中央軍事委員会主席に就任して以降最初の大規模な祝典イベントであることから 日本を除くすべての G7 メンバー国の代表者が出席した。同年に行われたモスクワ大独戦勝記念式典への返礼という意味合いもあり、モスクワのパレードと同じように、中国最高指導者の習近平の右隣は、ロシア連邦大統領、ウラジミール・プーチンが座った。さらにその隣には、大韓民国大統領、ボククネが座り、北朝鮮は、 蔡竜会を派遣したが席は端に近い位置であり、韓国の連合ニュースはその写真と1954年に、近日聖首相と毛沢東共産党主席が同じ場所で軍事パレードを参観した写真と比較して、主人公の変化は半世紀を超える間に、韓中関係と中朝関係がどれだけ変化したかを象徴していると報じた。朴ク,クネはパレードで蔡竜海の父、 債県や金日成の所属した東北抗日連軍の模範部隊も参観したことも韓国メディアに注目され、パレード後は中国政府が回収した大韓民国上海臨時政府庁舎の再開館式に出席した。また、習近平の左隣には前任の闘争初期である江沢民と古錦東ら中国共産党の元老や幹部が並び、 最長老の総大らやかつての江沢民と胡錦濤と同じ黒記事の人民服を習近平は着用して体制の連続性をアピールした。中国の指導部国家原始行為指導者行為政府、代表国際、地域組織等の代表を元政府要人以下は、いずれも政府代表としてではなく個人として出席したものである。以上のうち、ジャンフランコ・テレンツィは、 6年前の2009年の国慶節の越平式にも出席していた。また、元日本国首相の村山富一も日本国政府とは無関係の立場で出席する予定だったが、現地で体調不良により入院し、式典、軍事パレードのいずれも欠席した。香港、マカオ、台湾関係者更新参加国更新には以下の17カ国の軍が参加した。 アフガニスタン、ベラルーシカンボジア、キューバ、エジプト、カザフスタン、キリギス、ラオス、メキシコ、モンゴル、パキスタン、セルビア、ダジキスタン、フィジーバ、ヌアツ、ベネズエラ、ロシア。ありがとうございます。